マ <laughs> るさん、あの、タンク・デイビスが、うん。引退宣言をしました。うん、えなにあなんかあのー、引退宣言っていうか、あれやろあのー、なんか記者会見の、えー、インタビューでさ、はい。なんかまあ、どうせ俺、もう来年までしかやらねえし、みたいな、なんかちょっと投げやりに言ったその言葉でしょ うんうん、俺はまた、あのー、シャクール同様、俺はやめるやめる詐欺だと思うんだけど、違うのなんかかなり、なんて言うんですかね、顔占い的にはもう、うん、本当になんかちょっと不適されてるというか、<ー>確かに、ね、えっとね、不適されてはいたよ。でも、俺が思うに、ね、俺が推測するに、なんかマネジメントとの方で、 例えば、自分が思うような相手を、と勝負させてもらえない、試合させてもらえない、ファイトマネーが思うほどのものじゃない、まあ、あ多分こっちの方だと思うけど、うん、じゃないとか、うん、なんかトラブってるんだと思う。うん、デイビス今いくつだっけ今、デイビス30です。30歳でしょうーん、いや、うん、ね、やめないと思うな。特にね、俺ね、まあ、その、 なんだろうなボクサーってさ、ちょっと普通に考えてほしいんだけど、やめて、その後の人生何すんのって話よ。例えばね、例えば、いいよ。その後の人生もうちょっと俺はバラ色にできるんだ。というのであれば、まあ、はいどうぞって俺は思うんだけど、俺ね、ちっちゃい時からボクシングやってたやつって、じゃあここで途中でやめるより、 このままやってる方が、多分ビジネスを始めるにしても何を始めるにしても、絶対的にこっちの方が稼ぎもいいし、楽だし、なんか、すべてにおいてプラスだと思うのよ。なので、なんかその、辞めるって、もっと大変だと思うのよ。そういう人たちにとっては。うん。その、まあ、ぶっちゃけちょっと俺の状態は多分違うと思うの。俺そもそも、 ボクシングをやるために俺生まれてきてねえし。うん。でも、申し訳ないけど、そういう人たちって、ぼ、朝、朝飯、昼飯、晩飯、ボクシングだった人たちなわけじゃん。うん、っていうことは、ほぼボクシングしか知らないわけよ。お金は蓄えたけれども。ね。そしたら俺から言わせてみると、どっちにしてもボクシングってどっかでやめないといけない。いつかやめないといけない。いつかは何かま、経営とか何かやるんだとは思う。が、 今やめるより、そのボクシングで稼げるうちに、稼ぎ切っちゃった方が、どう考えても死ぬまでの人生を考えても、俺は得だと思うのよ。なので、なんか、申し訳ないけど、その金金金金とか言ってる奴らが、そこの計算ができんとは思わんのよね。うん。今までも、そうやってなんか俺やめるぜ、ーん、とか言っときながら、結局はやるし、ね。 うん、あのー、なんだろう。俺からしてみるとね、俺はボクサーであるということもなめてはいけないと思うけど、ボクサーをやめて、他のことで、順風満帆に行けるっていうのを、なんかこう、軽く考えてほしくないんだよね。うん、うん だから俺は常に俺はいつも言ってるんだけれども、俺は、そいつがボクシングで成績を残してるというだけでは、リスペクトはしない。なんでか、当たり、お前ちっちゃい時からやってんだよなって。俺から言わしてみたら、成績残して当たり前やと。うん。残せん方がおかしいわと。大きなパイがいて、ち、そんな小学校の頃からボクシングやってるようなやつなんてほとんどいねえんだからって。俺はマジでそう思うんだよ。ね。だから俺は、こう、 この動画を見ていただいてる人たちにも、ね、あなたはボクシングをやってない。の代わりに何かやってきたんでしょそこに、ね、プライドを持って生きているんであれば、ああ、ボクサーが僕より、ああ、とかならないはずなんだよ。そうだ。俺って、基本的に俺もそう考えてるから、なんだろ、なんか、いや、まあ、俺にやめて、なんなんとか言ってるやつ見ると、いや、なめんなよって思う。うん。悪いけど、うん。あのー、ジャブ、ストレート、フック。 そんなんで、ね、うまくいくほど、その楽じゃねえから。まあ、多分そういう奴らにはね。俺が思うに、凄くなった奴らやっぱりお金いっぱいあるじゃんそうすると、ちゃんとそういう系のプロの、ね、アドバイザーがつくんだよ。うん。わかるうん。結局は、おんぶに抱っこしてもらうような感じで、多分きっとま、生きていけるんだとは、それは俺は思う。うん。思うけど、なんて言うんだろうな。なんかその、ボクシングをやっている時以上の、 なんか幸せな、楽な人生があると思ってるんだったら、大間違いだよね。うん。<ー>だから、その、なんだろうな、それは分かってると思うんだよ。不適されて、だから、あれと一緒、かまってちゃうんよあ。あの、あの、青じろうじとかよくやってんじゃん。みんな、ね、僕何億なくしましたーって。 別の大て怖くてめえねえ、なんでもない。言われたいのよ、みんなから。え大丈夫で、うん、私は、青白王子のこと気にしてるよみたいなことを、聞きたいがために言ってんでしょデイビスも同じだよ。うん。うん、そのなんか、ポロってそこで言うことで、みんなの周りの反応だとか、うん。そういうの見てんじゃないあとなんかあれもあったじゃん。なんかその、シャクール・スティーブンソンだとか色々と、 質問されてすげえなんか怒って言いかしてたよな。うん、なんで俺が怖いと思ってんだあんな奴らのこととか。言、ってたよな、うん。だから多分その、えっ、ー、と、きっとその、ね、十分なお金をもらえないのは、あなたがそこまで評価されていないからだ。みたいなことをもしかしたら言われてんのかもしれないよね。うん、なのでそこで、あーのー、なんかちょっとこう、まあ、苛立って言ってしまったのかもしれないし。で、確かに、 デイビスが、ダイアン・ガルシャってやったじゃんあれ以上のお金を、シャクール・スティーブンソンや、えー、あと何ーとキーション・デイビス、ヘイニーだとかと、ロマ,うん、ロマチェンコだとかとやるときに、得られるとはちょっと思えないんだよな。うん,うん。その、相手側の人気的に、そう。うん。だからそうやって考えると、まあロマチェンコはまだあるかもね。うん,うん。 ロマチェンコは多分もしかしたら一番高いかもしれない。でも。ロマチェンコもちょっと引退。そう、引退。の噂がありますね。そう、ちょっと宗教的なものも絡んでるみたいな、うんで。でしょうだから、もうそうなってくるとさ、な,なんだろう、こう、もう結構八方塞がりで、歯がゆいんじゃないのうん,うん。そう。<laughs> 金が惜しいんだよ。 <laughs> そうですよね。それこそ、今デイビス辞めちゃうと、うん、まあ先の余生のこととか考えたら、やっぱりそのもう伝説の歴史に残る選手。うん、もちろん偉業は今デイビスもあるんですけど、はい、まもっともっと多分まだ高められるところになるかなと思ってて。それこそもうレジェンド級になったら、うん 後々の人生そう。もう何解説者なり、うん、権威を持って、いろ、うん、んな登壇できたりとか。まあね、まあただ彼、彼は頭悪いから、多分解説者とかはできないと思うけど、<laughs> あの、うん。でも、あの、なんて言うんだろう。いや、ねその、まだまだレジェンドに残るってことじゃないじゃん。うん、すごいけど。だって、パウンドファーパウンドも上位には行ってないから。うん、確かに人気は、うん。申し訳ないけど、井上以上に人気はあるよ。うん。 世界の人気、パイで比べたらね。うん、うん。それは俺もそう思う。でも、井上の方が全然ボクシングは俺は強いと思うもん。うん。うん、あの、完成度は高いと思う。もちろん二人が今の階級でやったら俺デイビス勝つと思うよ。そういう話じゃないよ。うん。理解してもらいたいんだけど。そう。だから、まだやらんといかんことなんて、いくらでもあるよね。うん。うんなんか、デイビスのいろんな発言についてちょっと聞いてみたいなって思うんですけど、うん、来年で終わり引退するって言ってて、 なんでこれ来年なんでしょうわからん。もうやりたくない。もうやりたくないんじゃないでも、やりたくないんだったら今きっぱりやめたらいいやん。そうですね。だから、これと一緒にもう、 だから、やめるやめる詐欺なんだって。その、だって期間を与えないと、うん、俺今やめるって言っちゃったら、美味しい話ももう来なくなるじゃん。そうですね。でしょで、なんか来年だ、だから、2試合ぐらいできんじゃねえのふん、みたいなことなんかあいつ言ってたよね。うん、そう。だから、なんかその2試合のうちに、なんか美味しいもの持ってこないと、うん、俺もういなくなっちゃうよ、けけけみたいなこと言いたいだけやろ、うん、ね。俺は基本的に俺、コーヒーね。 このなんつーの、もうこの泣き言言うやつって、俺好きじゃねえから、うん、もうほっといてんでも絶対引退しないから。心配しなくていい。うん、しない。うん、<laughs> 絶対しない。絶対しない。うん、絶対しない。お金が欲しいだけ。すぐいいね、オファーが来て、コロッと。 またやる気が出てきたぜ、みたいな感じで <laughs>、どうせやるから、心配しなくていい。うん、これ、オファー出す側も結構、扱いづらいところあるんじゃないですか。<ー>やっぱり、ライアン・ガルシャーとあれだけ巨額のまあマッチを組んだってなると、うん、多分それ以上釣り上げられたりとかしないと、うんうん、デイビスも振り向いてくれない。ると思いそうなんだよ。そう。だから、だから交渉が難しくなってんのよ。うん。やっぱみんなさ、例えばさ、自分の価値って、ね。 控えめに言ったら、買おうとしては、あ、それでお願いしますってなっちゃうじゃん。ねじゃ、自分の価値をどん,どんどん上げていくためには、ずっと同じ価値を言ってたらずっと同じ価値のままだから、ちょっと釣り上げんといかんわけよ。うん。でしょあ,とあ、当たり前じゃん、そんなの。もう、ね、でもまあ、こと、黒人に関しては、す、黒人というかまあ、まあ、アメリカ人だね。うん、の、すごい奴らに関しては、 もう、<laughs> もう、法外なことを言うからね。俺はここなんだべし、みたいな。うん。でも、それを、ある、わかる。その、<laughs> 高いところに設定しておけば、ね、最終的に決まるものもちょっとでも高くなるだろうっていうマインドからだと思うけれども、<laughs> カネロだっておかしなこと言ってんじゃん。<laughs> <laughs> そう。でもでも,もう、あるあるだよ。もう、うん。お金が欲しいんだよ、お金が。うん。他にもデイビス発言があって、 キューピーさ、はい、安全な水飲んでるえ、水って全部安全じゃないんですかいや、違うんだよじゃあどれを飲めばいいんですか エミネラス <laughs> なんであのおすすめしたいか3つの理由があるのまず安全コンビニとかに売ってるようなミネラルウォーターでも汚染物質が世界の基準値よりもね高く含まれたりするようなものって結構あるんだようんこの汚染物質の含有量が著しく低い体に優しい水ってことですそういうこと2うまいのよ、うん、キユーピーさスーピリアテイスサワーだって聞いたことあるシューピリアテワは 超うまい超っていう意味があって2年間連続最高ランクの三つ星3つ目に代謝がアップするっていうことなのよ。 水の粒子がすごく細かくて体にね吸収されやすい性質を持ってるのねもうこれ飲むだけで超代謝シャアップする運動時にめちゃくちゃ汗かきやすくなる、うん、そういうことですスポーツに超最適まあ俺なんかはさ日うつかゆのアルコールをこう流してくれるために僕は飲んでるんだけれどもぜひ試してもらいたいエミネラスはねコトホギ温泉水って言ってて言 人の手が加えられていない、本当に余分なものが何も含まれていない、温泉水なの。これは、自然の天然のものだからキジトラも飲める猫の水。それが、エミネアス。他にもデイビス発言があって、業界がゴミって言ってるんですけど、うんうん、これって、どういう意味うん、いや、だから、やっぱり自分が思うようなやつと戦わせてもらえない、うん、かつ、思うようなやつと戦うのに、 自分が思うようなファイトマネーをもらえない。うん。まあ、俺からしてみたら、その業界がゴミ。うん。まあもちろんさ、クリーンな業界じゃないよ。ボクシングも格闘技も。うん。でも、大体いい海外のそういう黒人選手たちが業界がゴミ、ゴミ、ゴミって言ってる時には、もうそれは自分にとってゴミってだけなのよ。うん。自分がいい契約を締結できない。うん。 そう。単純に、もう、俺のわがままが通らない。だから、ゴミって言ってるだけで、なんだ、だって、じゃあ具体的に何がゴミなのか、じゃあ、説明してみって言ったらできないでしょうん、だから、ねているだけなんだよ。絶対に。 うん。うんざりだって言って。うルトう、なんてどうでもいい。金を稼いで抜け出したいだけだ。だからねから。でも、金は稼ぎたいんだよな。なあ,あ<て>金は稼ぎたいんだったらね、悪いけど、そのベルトを持って、あの、戦うしかないんだよ。うん,うん。それ以外の方法はないんだよ。まあデイビスが欲しいものも多分聞いたらみんなわかると思うんですけど、うん、で、ファンはやっぱり強い人ってやってほしいじゃないですか、うんうん。これが実現するにはもうデイビスが譲歩するしかないんですから、ね、もう譲歩するしかないよ。だって、強い人間たちがね、 あの、例えば、シャクールとかが、人気がないんだもん。そう。自分ぐらい人気があるやつがあって、二人がガチってなれば、それは巨万の富を生むよ。うん。もしくは、人気がなくてもいい。奴がパウンドファーパウンド、1位とか、相手はパウンドファーパウンドだったら、まだ、ね、強い者同士みたいな感じですら見るけれども、うんデイビスだけがなんか、こう、まあ、人気がある。 で、じゃあ、パウンドファーパウンドの上位でもない、なんだろう。そうなってくると、デイビスと、がお金を得るためには、人気合戦じゃないと無理なわけじゃん。ライアン・ガルシアとの時は、それが、通ったんだよ。人気者、人気者。で、うん。で、他に人気者がいないんだから、それはあいつがふ、不適されたところでどうにもなんないよね。うん。それは、ね、本人が、え、人気者、人気者というところから、抜け出したいんだったら、 そのベルト持って、コツコツ、どん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 もう、ね、あの、とりあえず、彼にならなくても強いと言われる奴らをぶっ倒していって、シャクールだとか、うん。なんなんだって、シャクールとかも KO して、ロマチェンコも KO して、ヘイニーも KO したら、俺、あの、なんだろう、クロフォードとか井上とか行っても、絶対にパウンドはパウンド、ナンバーワンになると思うもん。うん,うん。本当に。あの、デイビス、もう一つ引退理由を言ってて、うん、まあ。これ取り上げると、 えっと、この間男の子が生まれたばかりで、これ以上戦い続けて殴られたくはないっていうのを、まあその健康第一っていうところ引退理由にしていると思って <laughs> 大っ嫌いなメイウェザーの真似を今頃しだしてんの。<laughs> 今更遅いわ。だいたいそいつらってさ、ね、ごめん、俺はちょっとデイビスのその、なんだ、こう、恋愛関係は俺知らないけれども、だいたいね、ま、ああいう、なんだろう、こう、 なんつうのかなこう、ゲットーから来たような黒人たちボクシングをやってるような黒人って、俺、エリートファミリーじゃないと思うんだよ。エリートファミリーだったらほとんどボクシングやらないから、大体。あれ、先生、さん,あ,さん,あ,さんあの、ちょっと、多分、日本でエリートファミリー馴染みない人いるかもしれないえっとね、ううエリートファミリーって、例えば、その、なんだろうな、お金を裕福な家族。裕福な家族って考えて。絵に描いたような,な、ね。そうそうそう、裕福な家族から来た人たちって、ボクシングほとんど場合選ばない。うん、だってさ、 最近稼げてもさ、なんで自分が怪我するようなことやんないといけないの野球選手になったりさ、ホッケーやったり、フットボールやったり、なんか別のことやるよ。うん。でしょうん。自分の命や健康と引き換え、だって引き換えのようなもんじゃボクシングって。なかなか選ばない。だからそういう裕福でないファミリーから来たような、あのー、黒人男性って、悪いけど、 まあ俺が今までパッと見ててね。まあ女性関係にしろ。えー、それから何まあ結婚関係。あと子供関係。めちゃくちゃずさんだからね。だから子供が何生まれたとか言ってんでしょでも多分他の女からもう何人か子供はいるんだよ、すでに。うん。俺はなんかそういう感じがする。なので、まあちょっとごめん。もうそう、そうじゃなかったら本当デイビスさんごめんなさいって感じだけれども。なんだろうなんかこう。 俺はその黒人の文化的に、なんか子供が生まれたから、こいつのために俺はこれをやめてとか、俺そういうマインドがあるとはとても思えない。奴らが思うのは絶対これ、子供が生まれたからこそ、俺は稼がないといけないんだと。うん、生まれたからこそ、俺はもっと巨万の富を得なきゃいけないんだと。そういう風うになる奴らが俺はほとんどだと思ってるから、うん、なんだろう。う健康で、子供が生まれたから、健康でいなきゃいけない。デイビスが何を教えんだよ、自分の子供に。 ねうん、俺、ボクシングすらも教えれないと思うもん、うん、悪いけど、うんそう、なので、まあ、なんていうの、こう、手のいいなんだこう言い訳というか、それをこうつけてるだけでしょ、すみませんあの、ちょっと僕、メイウーザーの歴史に疎くて、さっき、バルザーのメイウーザーの真似でしょって言ってたんですけど、うん、どういったところがメイウーザーがいつよく言ったんじゃん、打たれないのが一番じゃんって。うん メイウェザーはいつも言ってんのがね、お前ら面白い試合が見たいって言うと。現に、メイウェザーはプリティーボーイの時には面白い試合してんだよ。バッカバッカ人倒してなんか半端じゃなかったよ。うん。だから、プリティーボーイのメイウェザー知ってる人は、メイウェザーはそういう試合もできるって知ってんの。だけど、マネーになってからの方が有名にもなったし、世界的な価値が広がったから。そう。で、メイウェザーがよく言うことがね、お前たち面白い試合見たいと。ね。殴って殴られると。でもじゃあもし俺が、ね。 年老いて引退して、あの、口聞けなくなったり動かなくなったら、お前らはみんな俺を助けてくれんのかって。うん。俺のために1ドルでも出してくれんのかって。ね。出さねえくせに面白い試合が見たいっていう無責任なこと言ってるよなって。うん。だったら俺は、ね、いい。それだったら俺は、ね、つまんない試合をして、健康に俺は引退する。だって俺つまんない試合をしても、ね、俺が負けない。 俺が嫌われることで、お前らはどっちにしても俺が負けるところを見に来るんだから。うん。それで俺、多額のファイトマネーを俺は稼げる。で、どうせ俺は負けねえし、俺。うん。で、健康でにリング降りれるんだから、俺はそうさせてもらうぜ、と。うん。お前らは俺のこと考えてないだろそれと同じように、俺もお前らのことなんかどうでもいい。俺ね、はっきり言って俺、俺はこのメイウェザーの、まあ、ぶっちゃけね、 俺が自分がボクサーだったら、俺はそういうボクサーになりたいと俺は思ってない。でもこのマインド、うん。お前らがどう考えようがどうでもいいと。俺が考えることがナンバーワンっていうところには、すげえ共感、共感してるし、俺がまさにそうやって生きてる。どうでもいいです。<laughs> バイタスの、e、必須アミノ酸これでトレーニングしながらその合間に飲むと体で作ることができないさアミノ酸だから効くのもあるけど何よりうまいんだよこれ本ントキウイジュースだから、うん、最高うんお前らがどう考えようがどうでもいいと。 俺が考えることがナンバーワンっていうところにはすげえ共感、共感してるし、うん、俺がまさにそうやって生きてる。どうでもいいです。確かに、うん、バレンスはめちゃくちゃなんか同じようなもの感じました。なんか自分の人生に対してはめちゃくちゃ合理的です。うん、そう,そうお。俺の人生だもん。うん、あんたなんかしてくれんのと。もし、あの、してくれるんだったらば、その時に初めて、あ、オッケー。じゃあ同じリスク俺たちは抱えてるんだね、と。じゃあ話し合いにつきましょうよ、と。うん、そうではない、ただ大勢のね、うん。うん あのー、奴らから、そんな言われたところでって、うん。来たくなければ来なきゃいいじゃん、俺の試合にって。でも俺が見負けるとか見たいでしょ金払えと。<laughs> どうせ俺は負けねえからって。っいいさ、もう、もう俺かっこいいなと思うもん。うん、そう。うん。なんか他のライバルについても、あの、記者からデイビス聞かれてたんですけど、うん、あのー、まあ、ライアン・ガルシャとの再戦とか、うん。デビン・ヘイニーとの戦いとか、うん。については、やれるんじゃない うん。んでも、彼多分、ライアン・ガルシアだったら多分やりたがると思う。あ<ー>うん。金にもなると思うし。ライアン・ガルシアだったらやりたいと思う。いや,や、あの、えっと、やりたいと思う。でもヘイニーとか、例えばさ、俺が思うにね、いや、ま、あ確かにヘイニーはライアン・ガルシアに負けたけれども、それでも、 えっと、まあ、負けではないですね。ああ、まあ,あまあ、あの、そう、そうだね。あの、一応その、なんだろう、えー、向こう時代になったんだっけ。そう、うん。だけど、まあまあ、なんかちょっと、みんなのイメージ的に、ガルシアの方が、ヘイニーより強いみたいになっちゃってるじゃん。今ね。そかもしれないですね。うん、なってるじゃん。うん、だけど、それでも、デイビスにとっては、ヘイニーの方がより脅威だから。うん。デイビスとか、あのー、スタイル的にね、えっ、ー、と、シャクールとか。なので、要は、シャクールヘイニーの方がよりリスクは高くて、 ね。プラス、ファイトマネーは多分全然ガルシアの半分もいかんと思う、ガルシアとやるんだったら。めっちゃハイリスクローリターダー。そう、ハイリスクローリターダだから、やつにとっては多分そこはやりたくないと思う。うんなんなら今ちょっと落ち目のロマチェンコとかの方が、まだビジネス的な観点でいくと、まあ、ね、あのー、 いけるんじゃないのかなって考えてると思うよ。ここは交わってほしいですよね。なんか、それこそ、ロマチンコ戦について聞かれたら、うん、まあ彼はその時気分じゃなかったんだろう。 でしょだからまあ、うん、でももう、もそこはもうしょうがないじゃん。もうその、見たいね,ねロマチェンコが逃げたとはちょっと多分誰も思ってないと思う。うんうん、でももう、ロマあんな感じだから、まあもう決めたんだろうなと。ロマがもし、今回俺引退するとか言ってたら、あ、これやるやる詐欺、やめるやめる詐欺と俺言わないよ。うんうん、でもデイビスでしょあ,あ、今だからあと、もう一人いるとしたら、えっと、キーション・デイビス。うん、うん。あれもめちゃくちゃ強いよね。うん。うん キーション・デイビスの方が多分今、もしかしたらロマチンコよりも強いかもね。うん、うん。そう。まあ、まだ、もちろん、あのー、今、登り途中の選手だけれどもぜ、うんね、そうそう。でも、あのー、最終的に登り切ったらシャクールやヘイニーや、えー、のレベルまで、もう間違いなくれこの選手は行くと思うよ。うん,うん。あと、やっぱりシャクールについても聞かれてて、うん、この発言結構取り上げたいなと思ったんですけど、うん、あいつが何を成し遂げたって。何もやってない。うん うん、あいつを恐れてるって、パンチ力の全然ないあいつを、全然ディフェンスの、あ、全部ディフェンスのあいつを、って発言があって。うんうん、これに対して、バレンさんは率直に、うん。まあ、まあのね、確かに、えっと、シャクルスティールン分層もう結構そんなに何もなし時じゃないんだよ。うん。そこまで強えのとやってねうん。で、なんか、 何エドウィン・デロ・サントス、うん、本当にね、一番強いのとやった時には、うん、なんかちょっと微妙な試合やったし。微妙しもうなん,もな, <laughs> なんもなかったし、ね。うん、なんもなかったし。刀を切り出さないで、うん。でしょだから、確かに、デイビスが言うようにあいつが何をしたってのはわかる。だけど、メイウェザー2世って言うの誰って言ったらやっぱりね、た々いっぱいだけれども、もうシャクール・スティーブンソン一択だと思う。今ね。で、 確かにね、パンチ力はないよ。ね。でも間違いなくデイビスとシャクル・スティーブンソンのことは怖いと思ってると思う。負ける可能性があるから。多分、やって、あー、俺痛くもかくもねえぜって言うかもしれないけど、ポイントは取られるから。ボクシングってね、例えばじゃあ俺が今までね、 戦った相手で、ね、殴られて、あーやば、もうこのパンチがダメだ、なんて思ったこと俺一回もない。最後、まあ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 、殴られ続けても俺だ、ぶっちゃけ俺あれ言うわ。伊藤に殴られながら俺あね、12ラウンド別に続けてもいいと思ったよ。うん。でもさ、ボクシングっていうスポーツはそういうスポーツじゃないじゃん。ね、殴られてる時点でもう負けてるわけだから。でしょポイントは取られてるし、ね、こっちがやれると思ってても、見てて危ないと思われたら止められるわけで。でしょなので、まあ、 それはね、デイビスは、恐れてはいないと思うよ。なんか、シャクールが怖えとか、パン、な、その、なんかこう、倒されるとか。でも、しこたまやりづらいだろうなっていう感覚は持ってると思う。で、そういう選手と、試合で当たるって、マジ嫌だからね。これその、僕、ボクシング初心者なんですけど、うん、あの、それこそ、メイウェザー、二代目って言われる選手っていっぱいいたじゃないですか。うん、シャクールもデイビスもヘイニーも。うんうん で、バラさん今もう、シャクール一択って言ってたのはあの、防御に徹してるところってところですかうん、防御に徹してるところ、あとその、うそう、あとパンチの効率。うん、そう。<ー>パンチの効率、そう。うん、あとあの、あれも結構高いでしょ着弾,着,着弾率。あの、着弾率、被弾率。うん、プラスマイナスの、うんえー、数字も。なので、うん、そういう点で比べると、 めちゃくちゃフロイド・メイウェザーに近いよね。まあ、メイウェザーの方が全然質は高いんだけれども。うん、圧倒的にね。うん。だけど、あの、メイウェザーに一番近い。言う、一番、メイウェザーと何が違うかっていうと、体感力が違うね。メイウェザーはね、ああ見えて、みんな言うんだよ、打ち合えない、どうな、あの、俺近くで内山さんのジムに行った時にメイウェザー近くで見た。あのね、めちゃごついから。首とかも太いし、体幹は太いし、 あのね、マジで、あ、ごっちいなって思う。もう、なんだろう、ムキムキ。うん。で、そのムキムキがなんかこのカットがあって、ベストボディみたいな体じゃなくて、もう、太いの。マジで。うん。で、確かになって、ニコってなんかわかなんかこう、あんまりこうさ、その、喧嘩っ早い感じじゃないじゃん。メイウェザーってなんかその、オラオラじゃないじゃん。ね。 あの人は馬鹿にするけれども、なんかその、な、わかる、まあ、こう。ちょっとニヤつきながら近づいてくるみたいな。そうそうそう、なんかちょっとさ、ムカつくタイプじゃん。うん、そのなんかこうね、<laughs> あのー、不良みたいなタイプじゃないけれども、うん、マジで。で、そのでかい体が、超ハイスピードであのパン,パンパンパンってお手玉ミットとかやるでしょ。うん、一瞬たりとも、このブレがないんだよね。うん、体に。うん。で、これやっぱボクシングやってる俺からしてみると、いろんなやつがやっぱりパンチやってる売ってるのを見て、 こんなにね、バランス崩さずに、動きながら、スムーズに打てるもんなのかと。うん。しかも一発一発のパンチ、多分あれ、テレビ見てると、軽く打ってるように見えるじゃん近くで見たら、あ、力感あるなって思うよ。バーンバーンってしっかり打ってるよ。しかも、ナックル。ちゃんと当てるからね。なので、ね。だから、ああやって見ると、首も太いし、もうこのね、体幹というものが、 もう本当に確かにメイウェザーって自分よりも体重十何キロのやつに打たれてる時もさぶれてるところ見たことなくないこうやってかわしてるよでも体幹がぐにゃんぐにゃんぐにゃんってなんかこう持ってかれてるところって1回もないからねただの1回もないんだよ自分の試合の中でやっぱそこはすごいよねあのエドウィン・デルサンテスとかとやっ,てるしったりしてる時のシャクールはやっぱりコーナーに追い込まれたりするとおーおーおーみたいになってたじゃん。 った大丈夫か <laughs> ですよ。なってたやん,、うん。だからやっぱりね、そういうところが違うね。メイウェザーは来てももう、抑えてたというか、そのなんだろう、あねお前はここからこれ以上は俺を突っ込めないよって、うん、もし突っ込むんだったら、俺がお前を入れてやるから、分かった、じゃあ来いよって、ロープ際にで,で、降ってきたのをこうフーとかかわしたりとか、うん、なので、体幹負けをしたことがないから、やっぱりそういうところが。 シャクルとと一番違うと思う思、えー、さんこんこにちはいつもお世話になってますえっ、ー、と前向き教室では、えー、メンバーシップ始めたんです3つのレベルがありまして黄色帯青帯赤帯どんな特典がついているのかバレンスタンプまあライブ中とかに使うことができるスタンプが手に入ります優先的に僕からコメントはね返していこうと思いますあともう1個ディスコードというアプリこのディスコードというアプリはみんなで 会話するることができるできる掲示クローズな場面であ<う>っ聞きにくいこともバレンスさんに直接みんなでそうだね、はい、僕から皆さんに質問を投げたりすることもあります青帯にあるのは僕が不定期にボイスチャットといって電話のようにみんなとつないで会議みたいなのができるんですよメンバー限定の月に2回ライバーさんで最後にこの赤帯特典はすべて受けれます その上でオフ会をやっていこうかなと私は読みーション大好きなので今後もねいろんな特典増やしてほしいとかどんどん盛り上げていこうと思っているので今後ともよろしくお願いします。